公園でストリートコンピューティングする人々ストリートコンピューティングとは街中や路上で座ったり歩きながらパソコンを操作することである。日本に iPhone などスマートフォンが登場するまで存在していたムーブメントでその先駆けとも言える。日本の都市部では エアーエッジをはじめとする高速無線ネット環境の発達やネットブックと呼ばれる安価なノートパソコンや MacBook、エアーなどの軽量ノートパソコン、Twitter などのオフライン活動と密接に関わり合ったウェブサービスの流行により路上でノートパソコンを使う人が急増した。ストリートコンピューティングを行う人々は路上パソコン族と呼ばれることがある。特に 秋葉原などのインターネットと相性がいい街でよく見られた。路上でパソコンを使うものは主にウェブサービスを利用しているがソフトウェアの開発やインターネットの閲覧を行っている場合もあった。また、ストリートコンピューティング時にはキーボードでの入力を快適にするために太ももの上にノートパソコンを当てて立ちながら入力をする小池スタイルの姿勢を取る場合が多かった。 ありがとうございます。